せめてイグアナとかさ、俺あのアシカとかね、ゾウガメが来るかなと思ったら人間来たよ。で、だいぶ嫌がった、なんだかよくわかりませんけど、もうそういうやつがいるからね、それそういうの言われたくないからもう何もしないっていう人もいるんだけどね、僕はね、売名行為って言われてもね、もうこんな有名になっちゃったんだからこれ以上売れなくていいんで、もう本当は全然痛くも痒くもないんですよ。北海道も行ってきたしね、北海道でまた大変な災害が起きたんですよ。それが高校生がなんか手伝いに来てくれたっていうのは本当に珍しいところだな。それバナナを昨日食べたら今日は海藻、明日はね、キノコ。朝太陽に当たるとセロトニンっていう物質が出る。幸せホルモンで。今度はお名前を5センチだけお尻を上げる。5センチだけです。5秒耐えてください。あなただよ先生。あなたは、ありがとう、どうもありがとうございます。ありがとうございます。